はい。えー、TTC の皆さん、えー、ナマステ、えー。このビデオでは第3週の3本目のビデオになりますね。第3週はプレゼンテーションソフトについて話をしていますが、えー、この3番目のビデオでは授業での練習のための使い方についてちょっとご紹介してみたいと思います。えっ、ー、とですね、今日の内容は、このビデオの内容はこんな感じになります。最初にテンプレート。 え、アニメーションが入っているテンプレートをご紹介しますね。で、その後、え、プレゼンテーションとか、あと、リトリーバルプラクティスという考え方、大事なので、これもちょっとご紹介しますね。え、それをみんなの日本語の練習 A ではどうしたらいいか。え、それから、え、この、え、フリー画像サイト、こういうことについてもご紹介します。はい。え、まず最初は。はい。このですね、テンプレートをここを開いてみてください。ビットリースラッシュ 3IPI5PL ですね。 これを開くと、こういうふうにコピードキュメントが出てくるので、メイクアコピー、ここの青いところをクリックします。メイクアコピーをクリックしますね。そうすると、こういうふうに漢字、えー、ひらがな、えー、という、えー、スライドが、新しいスライドが出てきます。なので、えー、これももうすでにあの、えー、アニメーションが設定されています、えー。なので、例えば漢字のところに月曜日って書いて、えっ、ー、とね、 ここに月曜日と書きますね。あれえー、っと。月曜日。で、下に、え、らがなで、月曜日というふうに書きます。で、これをですね、え、これをあの、スライドショーのところから見てみると、 最初に月曜日というふうに書いてあって、その次に月曜日という読みが出てくるようになっていますね。他の、えー、と漢字もこういうふうに漢字の後に読みが出てくるようになっていますので、ぜひ皆さんもこれでスライドを作ってみてください。これ、これが練習のための方法ですね。はい。はい。で、プレゼンテーションはさっきもお見せしましたけど、えー、この画面のですね、あの、 右上の方にある、えー、プ,レプレゼント、あるいはそのスライドショーというのをクリックするとプレゼンテーションを始めることができます。で、画面をクリックするときはキーボードのスペースキーがまあ一番使いやすいと思いますね。で、練習が終わったら、えー、画面じゃない、すいません、えーあ。画面にもエク,あのエクシットっていうのがありますね。あるいはキーボードのエスケープっていうそういうキーもありますので、それで、えー、あの、プレゼンテーションをやめることができます。 はい。ただですね、こういう時に読みというのはすぐに見せない方がいいです、えー。学習者が自分で思い出してから見せるということがとても大切ですね。これはこのリトリーバルプラクティスという考え方で、えー、まあ、あの、アメリカに住んでいるインド人の研究者で、このプージャ・ケイ・アガルワルさんの本がとても有名です。はい。えー、例えばですね、これがあの、 これはみんなの日本語の練習 A のところですけど、えー、こういうふうにですね、あの、教科書を見ながらやるだけではあまり、えー、意味がわからなく、わからないでやってしまうことがありますよね。なので、えー、これは何ですかというふうに質問して、えー、あの、これは辞書ですとかですね。これは、えー、新聞です。これは名詞です。というふうに、えー、画像を入れていくと、えー、もうちょっと,っとあの意味がわかる練習にすることができますね。 はい。こういうのはフリー画像サイトというもので、こういう写真はたくさん、えー、見つけることができます。先ほどお見せした、えっ、ー、と、この、えー、辞書とか新聞とか名刺ですね。えー、これは、あの、pixabay という、えー、ウェブサイトで、えー、検索しています。これもあのフリーイメージなので、えー、これを使うことには コピーライトの問題はありません。あと、日本のウェブサイトでは、同じようなフリー画像サイトでは、パクタソというのも、これもとても有名ですね。はい。<laughs> はい。では次のビデオでは、えー、その Google スライドを学習者に共有する方法についてお話ししてみたいと思っています。はい。フィルム連携。